なんでこの話をしたかっていうと、パートナー養成会の方全員がこのホームページを売れるように、裏側の仕組みを整えてるからです。つまりホームページの仕組みを整えているので、皆さんがこれをこの表面を作るスキルを手に入れれば売っていけるってことです。けどこのプレゼンしたらね、まあまあ決まりますよ。まあまあ決まります。でこれも何かっていうと、素早くバックエンドを私たちも売らないといけないです。クライアント獲得にすると、クライアント獲得で初回でサクッとここで知り合ったこの瞬間にも高額のものを売らないといけないんです。やっぱりなんで、まあ、この今日のこのプレゼン、社長向けのプレゼンとか、そういうこれをレポートみたいなものにして、広告費かけてガンガン売ろうかなと思ってます。でこれをガンガン売って、これを皆さんに、地域でね、認定された方にはこの仕事を依頼して作ってもらおうと思ってます。うちが欲しいのは月額1万円なんで、夢の1万円ですっていう仕組みです。まあ今はちょっとまだイメージできないかもしれないけど、これは認定でいうその5番目ですか、認定って何かありますね、自己紹介、魅力的な自己紹介を作る認定、5番目の認定のやつ、そこをしっかりできるようになれば、これがで、まだこのホームページの方とか見本になるものが1個もできてないので、これをね作っていきたいなと思います。これ実は全部作ってて、皆さん自身が自分で作れるようになるんですね、最終的には。要はウェブスキルがなくてもワープロとか、ちょっとまあイラストレーターぐらいはちょっと使う、イラストレーターじゃなくてもいいのかな、画像編集ぐらいはできるようにならないといけないんですけど、画像編集できて、テキスト入力自分でできるようになれば、このテーマを貸し出しっていう形ですね。要はこのテーマ自体はこっちで持ってますので、このテーマを、購入していただいて納品します。そして月額いくらもらうとかっていう感じですね、っていう感じなので、売り値は皆さんで好きに決めていただいても結構という仕組みです。なので、まあ、多分今思ってるのは、基本5万円ぐらいでこのテーマをまず初期設定、初期設定いるのでサーバーに入れたりとか、サーバーのドメイン取ったりとかはこっちでしないといけないので、初期設定が5万円から、ちょっとこれはまだ打診段階分かんないです、何個かかるか僕も分かんないですけど、5万円で収まるんじゃないかなと思ってます。で月額1万円保守料ですね、もともと当初うちは、うちとしては前話したの50万で売ってくれて、うちが作って30万ってやったんですけど、その作業も触れるものは振りたいですよ。うちでやったら30万になりますけど、皆さんがやったら別に30万で受けて、クライアントに30万で売ってもいいわけですね。でそれがあるって、オンドメディアがあるから、皆さんも10万円の固定報酬とかに持っていけるわけですよ。でそれも6ヶ月で作るかどうかは自由です。まあかかるんですけどね、実際は6ヶ月ぐらいかけた方がいいんですけれども。なので、そういう将来的にはこれをパートナーの方たちが自分で売って自分で作れるようなシステムを今構築しています。なので、まあ、モニターっていうか、実際自分で体験してもらって、これを一回自分で作ってしまったら、案件があって作ってしまったら楽じゃないですか。しかも僕が戦略組むので、僕が組んだ戦略の中で作っていけるので、まあ、全く皿で作るよりは絶対に経験になるので、まあ、経験と思って、まあ、参加してくれると嬉しいかなと。思います。それがもともとパートナー養成会の目的でしたので、まあ、っていう話がビッグなプレゼントです。なんか勝手に自己満悦です。ただ本当に僕、うちの会社はセールスライターとかコンサルとかそういう人たちのインフラになろうとしています。そういう人たちが活動しやすい環境、しかもこれからどん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 ウェブ制作スキル自体いらなくなってくるんですよ。こういうことができるのか、要はこういうシステムを組んであげて、あとはテキスト入力、画像編集ができれば作れる時代が来るんですよ。っていうぐらい肩をね、秀逸に作ってます、これ実は。しっかりといろんなマーケティングのことを理解した上で作ってます。ちなみにこれ、自分で作ろうとすると、原価で70万かかります。裏のシステムだけですよ。だから普通にクライアントさんが一発で作ろうとしたら、2、300万もらわないと作れません、このサイト。それをでも数十万で提供できるように、することができれば、効果のあるホームページを使って成果を出してくれる社長だから、それを僕のずっと信念に思っている社会に価値を提供するっていうことですし、でそれができればクライアントさんももちろん喜んでくれるんですけど、こういうものを売ることができれば一緒にやってくれている皆さん自身もクライアントが取りやすくなる。しかも集客成功事例は共有してアプローチブックみたいな形で提供していきたいので、そういうものを、まあ、どんどん、
加速して作っていきたいなというのを広げていきたいなというふうには思っています。